天砲打ってます。まだ音のトラブル解決してないんですが、たまに打ちたくなるんで、まあトラブル解決を目指しながら並行してたまに打ちたいと思っています。ドラ9ピン、多分天砲の打ち方、段位の上げ方、天砲での有利な進め方みたいのは、私より皆さんの方が知ってると思って打ってます。なので、天砲、麻雀については喋りますけど、天砲についてはあんまりよく分かってないんで、789が見えますね。ドラは9ピン。それで6チッパも見えます。できれば6チッパになってほしいかなっていう気はしますね。ローワン引いてきて。まあ一発ぐらいは回避しとこうかなと。で、パーソーが3枚見えたんで、まあワンチャンスの急走は通りやすいかなと。ドン。ドン。いい数値。天砲と MJ をこうやってみて、ゲーム性、見た目のエフェクトとか、ちょっとスピーディーとか、ゲーム性に関しては、MJ の方が上回ってますね。これは、テンパイはするだろうけど、面白くない手なんで、まあ、E ピンのトラ引いて1、2、3の3式ぐらい、見たい手ですね。E ピンがでももう2枚切れてて、まあ、リーチ、E ペー、5、2、6ぐらいですかね。D1 が3枚消えてるんで、1-2-3にはならなくてもいいんで、2差し一応 E シャンテンなんで、数ピンと数層引いて、E層ジャン等にして2差しと。まあ、そのぐらいの手だったら攻めてもいいかなと。D1 が4枚枯れた。まあ狙い通り。中盤に5が切れて、1469ってやつですね。私の読みの中で言うと。これはいいですね。なんか真ん中に寄っていて、端っこを処理していくうちに、自然と真ん中の面単ピンに、最終形になってそうな。初なし。左がちょっと変則手ですね。3ピン、パー1、数ピン。想図の匂いはちょこっとしますね。ただ、本一を狙うときに、自敗なんと白から切ってこないんで、ん？タパ。
ここは親なので、三色を使って、連チャンを狙いたい。三腕三ピン、サブローピンで。三色ドライチ、七七。すげえ。ちょっとこれはすごいですね。リーチ三色ドラ1小山のテンパイ、ドラのシャアは誰も鳴かなかったんでちょっと安心。ウーピンが4枚枯れた。スーピンが私の捨て牌にあるんで、現物をたくさん切ってくれると有利になるんですが、誰も切ってくれないですね。C。シャアは1枚切れ、上はタンヤオかシャア2枚持ってるかのどっちかかなと。ローピンが切れたんで3ピン9ピンは出てきやすくはなりましたけど、三ピンなんかあんこで持てそうかな。ウーピンが4枚枯れてるにもかかわらず、イーピン、リャンピン、三ピンがほとんど出てないんで、なんかその辺、イーペイコーみたいに、イーペイコーの形でこう固められてそうな。あとはチートイット。ちょっと何もせず、何もできず、三茶を引いてしまいました。まあ、天保の方ももうスケジュール設定終わっちゃって、ストック分がなくなって、まあ、取らないと、しばらく実況ストップになっていると思います。まあ、気分次第で打ちたいときに取って、まあ、音声トラブルを解決、原因を探しながら、また上げていこうと思います。いつも見てくれてる方に、ありがとうございます。またお願いします。